出たはい、エクストラクト中の人女子ちゃん、いや、中ちゃん天かけです。はい、今回はですね10月17日から始まっておりますモンストハロウィン2019に登場するキャラクターを、まあ、イラストをドアップにしながら、うん、今回はご紹介していきたいと思います。はいはいはいじゃないわ流すのやめてもらっていいですか。はい、今回もおまけがございまして、うん、今回のおまけは6周年のモンストニュースで重心化しました、うん、はい、ハロウィンの重心化キャラクター3体、おー、キャラキー、白雪姫リボン、そしてベートーベンアルファですね、うん、もご紹介していきたいと思います。盛りだくさんだ、モリモリ、それもいけるんだ汎用性高いですねこれね、はい、はい、では早速最初のキャラクターいってみましょう。最初のキャラクターはこちら、伏せ姫アルファでございます、うん、左が重心化前、うん、そして右が重心化したお姿です、はい、まずね、あの左からご説明しようかなと思うんですが、こちらは発見士たちが開くハロウィンパーティーのために仮装をする伏せ姫と相棒のヤツフサを描いているシーンでして、ヤツフサ、ヤツフサ、すげえ名前だよ、うん、でヤツフサ、あのどういった子か覚えてますか。え、あの伏せ姫とどういう関係が知ってます？ あ、 あれですよね、そんな関係なんですか。そんな関係ですよ。前ね、あの里見八犬伝の新キャラ大会合でね、はい、ちょっとご説明したんですけど、うん、旦那ですよ、旦那、そう、なんか旦那さんなんですよ、伏せ姫の。そうなんだっけ。そうなんですよ、もう旦那さんなのでね、旦那さんの蝶ネクタイを直してるよっていう、そういう、いいですね、流れてるよっていう、あら、なんか微笑ましいですね、ラブラブやな、うん、はい、ハロウィンパーティーのために仮装しているということで、うん、至る所にハロウィンテイストが散りばめられておりまして、うん、例えば髪飾りがジャックオランタンというか、あのかぼちゃ風になってたりですとか、うん、はい、羽衣についてる玉がお化けの人玉みたいになっていたりですとか、家が細かい、そうなんですよ。あとはですね、頭に巻いてるこちらが、ね、そう、あの幽霊とかがこう頭につけてる三角巾あるじゃないですか、うん、はいはい、うん、あれと魔女の帽子をガッチャンコしたような転換ヘッドドレスをつけていると。あら、ね、なんかそうかね、うん、洋風と和風のこの折衷案というか、いい感じにね、うん、ミックスされてて、おしゃれです、おしゃれなんですよ、ね、で、まあ、ヤツフサの方もね、はい、ジャックオランタン風の被り物というか頭巾かな、これは頭巾ですね、被っていたりですとか、うん、八徳の数珠、はいはいはい、神儀霊地中心皇帝みたいな、はいはい、のもちょっとかぼちゃ風というかジャックオランタン風になっていると。気合入ってるの、確かにいいですね、いいですね、ですね。さあ、そしてですね、右が重心化したお姿なんですが、はい、こちらでですね、あの一押しポイントをイラスト担当の方から聞いておりまして、はい、どこかわかりますか。右下のコウモリじゃないですか。違います。違うか、ほんとじゃあ、うん、クッキーどこのどこのこと言った。左前の一番美味しそうなやつ、一番トップにいるね、かぼちゃ風のね、うん、そう、うん、惜しいです。惜しいんだ。惜しいです。あれじゃないですか、父近くのお菓子じゃないですか。やっぱ目がこう集中するように正解はですね、はい、あのこちらの犬の形のアメちゃんなんですが、あ、そっちか、はい、こちらは犬の形の棒付きのアメちゃんが可愛い、うん、というこだわりだそうです。めっちゃ惜しいじゃん本当に惜しい。理由としてはほとんど一緒カボチャのビスケットが美味しい、美味しそう、本当そう、だから惜しかったんですよ。そっちの発想か、伏せ姫ちゃんの、うん、この辺もね、ちょっとたわわな感じで、うん、そちらもこだわりポイントだと思います。あら、しかと思っちゃったよね、うん、どうしたんですかだってあのコメント書かれてましたからね、うん、あのこれの使ってみたの時に、うんうん、お菓子かいたずらだったらいたずら選ぶって書いてました。みんな元気やな、若いな、今日も元気やな、青いですね、青いですね、青いです、青いんだはい、そんな伏せ姫アルファでございました、はい、では続いてのキャラクターいきましょう。はい、続いてのキャラクターはこちら、アリババアルファでございます。こちらも左が重心化前、そして右が重心化したお姿です、はい、まずね、重心化前のこの状況なんですが、こちらはアリババがお供の白いのを怪物フランケンシュタインに改造手術しようとしているところと。あら、あ、
そんな技術あったんですか？すごいワンシーンなんです。アリババってそんな技術あるの？すごいのだこれ。アリババが持っているものとか注目していただくと、はいはいはい、注射器とか、うん、メスみたいなものを持ってたりとか、はい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 、あと首にも聴診器がねかかってたりする、はい、しますよね、はい、で、あの持ってるもの的には一見医者に見えるんですが、うんうん、医者ではなくてマッドな博士、まあ、改造用のメスなどを手に持ち白いのを最強の生き物にするべく改造手術を行おうとしている。ワンシーンだそうです。まあ確かにね、医者だったらあんなね針の太さのやつ持ってこないですもんね。そうですね。めちゃめちゃ短いしむっちゃ太いですからね。ちょ衛生的にも不安がありますから ねストロー以上だよね。ねえ、あとメスも絶対あれ切れないだろうな。ねえ、オペの大手生えてるよ。ほんまや。本当だ。一本手なってるわ。あれも改造したの。あれちょっと足りなかったんじゃないですか。一本ちょっと。絶対グラグラじゃないですか。じゃん。足りひん。一本足りひんか。お前腕グラグラ。でもここもね、多分ね、ちょっと調整してると思うんですよ。あ、本当だ。ほんまや。ちょっとマットな感じ出てるわ。ね、作った DIY 感。DIY 感。DIY 感ありますね。そして右が重心化したお姿なんですが、はい、これはですね、あの洋館風デザインの時空の扉から飛び出しているところ。元のアリババのイラストを思い浮かべていただくと分かるんですけど、後ろにね、いろんな時空の扉が描かれてるんですよね。はい、ありますね。うん、でアリババはいくつもの時空の扉を使って冒険しているトレジャーハンターだそうで、うんまあ、今回描かれているものも洋館ではなくて洋館風の時空の扉、ハロウィンパーティーを邪魔する敵と戦うアリババと白いのなんだそうです。うーん、白いの的な気持ちとしては、うん、ウェルカムなのかな。ウェルカム、ウェルカムなんか嬉しいのかなと思って。いやだからあの、うん、邪魔するやつを、うん、あの攻撃しに行ってるんで、うん、ウェルカムっていうよりは、うん、本当に多分脳みそ多分取られてもう、あ、もう、もう兵士とかしてる、兵士とかしてるかもしれない。もう感じはないんだ。白いのは改造されて、うん、フランケンシュタインとして覚醒した白いのなので、うん、あ、そっか、覚醒してるのか。覚醒してるんです。もう目が、もう目がね、ギンギンですからね。確かにね、無感情でもう立ち向かってるかもしれないですね、ほぼ。でですね、あの左上に月みたいなものが見えるかと思うんですが、はい、こちらはお化けが出入りする時空の扉だそうで、うん、よく見るとちっちゃいお化けがヒルヒルヒルって出てきてるんですよ。確かに可愛いね。多いですよね。このお化けたちとこの周りにいるこの黒いのは一緒、同一人物、どうなんでしょうね。こっちに来るまでに色素沈着で黒くなっちゃうみたいなこと成人したらでですね、はい、あのアリババが持っている大きな刀みたいなものありますよね。本当だ、はいはいはい、こちらはですね、重心化前で持っていたメスが巨大化したメスソードだそうです。おお、ちょっと似てるね。確かにね、デザイン的には。こっちにもね、よく見るとなんかいろんな薬品みたいなものを刺してて、もしかしたら敵に刺したりしてんのかもしれないですけどね。それぞれ効果が違うかもしれないですね、うん、痩せるやつないかな。痩せるやつはないでしょうねアリババアルファでございました、はい。続いてはこちらです。ルイス・キャロル・アルファ。こちらですね、どういった状況か分かります、うん、これは大変な状況ですよ。こいつは悪いやつですよ、ね、本当にもう。え、どっちが悪い。あ、ルイス・キャロルが悪いやつ、まあ、ルイス・キャロルが悪いやつ、ね、まあ、ちょっと喜んでますもんね。喜んじゃってますもんね。ね、こちらどういった状況かと言いますと、うん、ハートの女王を率いる悪の海賊団に捕まった貴族令嬢の自分と、うん、そんな自分をさらうべく現れた海賊アリス。で、このアリスは助けに来たんではなくて、あくまでさらいに来たそうで、うん、はい、そんなちょい悪な雰囲気のアリスにこのルイス・キャロルちゃんは恍惚とした表情を見せていると。確かにねその性格は変わんないんだ。変わんないですよ、うん、あの元のルイス・キャロルの方でもあのこういった感じのね、あ、ちょっとトロンとした、ね、うん、口をしてるんですけど、うんうん、ルイス・キャロルちゃんは基本デレデレとした時はこの口になるんだそうです。もうアリスが大好きだもんね。大好きなんですよ、うん、後ろにこの旗、うん、見えると思うんですけど、はい、こちらがルイス・キャロルをさらったというか捕まって得た、うん、ハートの女王を率いる悪の海賊団の旗。なるほどね。だそうで、うん、なるほど、うん、この世界観作るの面白いですね。そこの海賊団に捕まっていて、うんうんうん、それをアリスがさらいに来ている。なるほど。で、よく見るとこのマークと同じマークどこかにありませんか。え、どこ
あ、そこはい。か、あのトランプのね、兵士たちの背中のことね。ジメってこけてる子。こちらですね、はい、ハートの女王の手下だそうで、そうだよね。スペードエースではないんですけれども、うん、こういうやついる、いたよね。こういうやついますね。ね、アリスの横にもいたりもしますし、ね、汎用的なこう量産型の兵士なんでしょうね。なるほど、この世界では、ね。世界では。ちなみにアリスの神化にも描かれてるんですけど、うん、アリスの神化に描かれているトランプ兵は、ハートの女王を倒して、ハートの女王の持ち物だったり、手下のトランプ兵を自分のものにしている場面。あ、なるほど。そうなんだ。だそうです。へぇ。来たんだ。じゃあこれもじゃあもしかしたら取られるかもしれないですよね。うん、そうだね、うん。さあそして獣神化したお姿見ていきましょう。ルイス・キャロルが海賊の一員になった状況だそうで、うん、アリス海賊団の団員たちと一緒に料理を囲み勝利の宴を楽しむルイス・キャロル。あら。あら。だからもう仲間入りしちゃったんですね。仲間入りしちゃったんですね。馴染むの早いね。早いっすね。そこよく杯交わしてますからね。杯の中めっちゃ。めっちゃリゾーティーな感じですね。リゾーティーそうね、アイスとかね、さくらんぼ浮いてますから ね。よく見ていただくとおなじみのキャラクターたちがアリス海賊団の団員になって描かれて、はい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 、わかりますか、団員たちなんですね。マドハッターとか、マドハッターとかね、チェシャネコとかね。あ、そうそうそう、これチェシャネコちゃんです。で、これクレイジーラビットですね、はい。でハートの女王と、あれハートの女王か、あとジャバボック、はい、これはどういう立場？お、よくお気づきになられましたね。これちょっとなんか奥の方に描かれてるとか、はい、薄めに描かれてるじゃないですか、うん、はい。こちらはハートの女王を率いる悪の海賊団が悔しそうにしているところ、まあ、アリスと同じ帽子とか被ってないですし、確かにちょっと後ろの方でムキーってなってるっていう。なるほど、感じですよね。楽しそうだな、ムキみたいな。ムキって、これ重心構えの姿見ていいですか？ほい。あー、なるほどね。いや、重心化後の、あの、あれなんですよ、帽子のデザインちょっと変わってて、むっちゃ笑顔になってたんで。ほんとだー、笑ってますね。めっちゃ笑ってると思って、笑ってる感情をそこで表現するのかなと思って。すごい、すごいね。じゃああれだね、心の中で笑ってなかった時にはあそこが反応しちゃう。そう、反応しちゃうかもしれない。そのノウハウを読み取るみたいな危ないじゃん、ね、ここにつける嘘発見。嘘発見笑ってねえじゃんみたいな細やかだな。細やかですね、うん。でですね、はい、こちら今までのストーリーは全部ルイス・キャロルの妄想からできているそうで。あ、なるほどね、なるほどね、うん。そもそも貴族令嬢であるということも、うん、海賊にさらわれたということも、うん、アリス海賊団に入ったということも、うん、そこまで全部ルイス・キャロルが妄想して具現化したものだと。具現化してるんだ、うん。なルイス・キャロル・アルファでございました、はい。ガチャで出てくるキャラクターは以上になりますので、うん、ここからは降臨のキャラクターをご紹介していきます、はい。まずはこちらです、メアちゃんですね。こちらは幽霊監獄の看守長、お化けを見張っているメアちゃんだそうで、これコスプレではなくて職業なんだそうです。ほう、きちんと監獄の監視長という職についている、うん、なるほど、メアちゃんでございます。これ結構痛いですよ、多分バチ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 痛いね、金は、うん、でもかけつり好きだよね、こういうタイプ。全然、そういう、どういうことですか、こういうタイプ好き。ちょっとこう、ムチリビリする、あ、ムチリしてるのは、それはね、それはそうですけど、ビリビリしてるのが好きかと思った、僕も今の話の流れだと完全そういう流れでした。奥深いね、びっくりした、奥深くねえわ、可愛いですね、まさはかだわ、可愛いね。このメアちゃんの周りにアイマスクをしているお化けが3体いますよね、はい、うん、います。でこちらなんですが、幽霊監獄には監視の姿を見ることは厳禁という規則がありまして、うん、全員アイマスクの装着を義務付けられているんだそうです。あ、なんでですか、なんでですか、なんでかどうかは、うん、ちょっとね、この後わかるんですが、うん、鋭い人はもしかしたらあれと繋がってるのかなっていうことかもしれない、うん、あ、なるほどね、顔気さんわかりましたよね、なるほどね、なになに、見とるけど、一個1個見てますね、1個見てますね、もうこいつこの後多分記憶消されますよ、大変な目にある、電撃で記憶消されると思いますで、まあ、先ほど話にも出てきたこのメアちゃんが持ってる警棒なんですが、こちらは特殊な電気を帯びたお仕置き用の警棒で、うん、お化けたちが規則をきちんと守っているか監視をしていると、うん、じゃあ進化したお姿見ましょう、はい、進化はこちらでございます、はい、ベーンですね、ほんとその通りになった見たからや、はい、こちらは規則を破りアイマスクを外してしまったお化けたちに容赦ないお仕置きを与えるメアだそうです。なんか複雑な関係性だね、ですね、うん、てか、うん、何よりこれ一番後ろの方見てもらったあれですけど、うん、外してないですかね、あ
もう進化前の方でね外してるの1体だけだったじゃないですか、うん、はいはいはい、でも進化でビリビリを全員受けてるじゃないですか、うん、これはですね連帯責任だそうです。あらあらかわいそう、もう韓国、こいつのせいでね、韓国ですから、あこいつのせいでみんな守れないならと厳しめにいくわけですね。もう一体のやつは多分電気やられたから外したんでしょうね。なんかそんぐらいの勢いですよね。もういいな、ね、どうせ受けるなら見たろみたいな、そうそうそう、そんぐらいのどうせね連帯責任ならばね、一、うん、人だけ多分真面目なやつがいて ねどさくさにね、うん、あのなんでメアの姿を見てはいけないのかと、はいはい、いうことなんですが、とあるモンストのキャラクターが元になっております。あーそういうことか、もう分かりますよね、うん、こちらおつーちゃんを元にしたキャラクターでして、うんうん、そもそもおつーは昔話の鶴の恩返しをモチーフにしたキャラクターとなっております、はい、で鶴の恩返しっていうのは自分を助けてくれた相手に絶対に部屋を覗かないでくださいっていう風に告げるシーンがありますよね、うんうん、でそこから着想を得て監視の姿を見てはいけないという規則があると。そんなお仕置きをしているメアちゃんなんですが、はい、神化するとちょっとお姿がガラッと変わります。変わりますね、確かに。それがこちらでございます。うん、おー、うん、おー、おー、へー、おー、へー大丈夫ですか。お、はい、飲み込みました、はい、飲み込んだ今、はい、こちらはですね1年で一度ハロウィンの夜だけは監視の姿を見ることは厳禁という規則が解かれるそうで、うんうん、幽霊監獄でレクリエーションとしてスペシャルライブが刊行されているところなんだそうです。今日だけは見てええんやでっていう。なるほど、見てええよ今日だけね1年に一度のスペシャルライブです、うん、で監視たちのこうストレスを発散してるんですよね。なるほど、監視でかその監獄にいる方々のね。あそうだね、うん、これさ好きになっちゃったりしたらさ、そうだから見ようとしてるかもしれないですね。結構見ちゃうね、そうですね、まあ、よく見ていただくとねメアちゃんが持っているギターも、うん、すごいこれもだってのモチーフがねかっこいい。これもう Z のアルフィーの人しかこんなん持ってないでしょ多分欲しいなこれ作ってくんないかな。これ作るの結構な額ですよ。そうそう、これ欲しいな。そう、後ろのね、うん、バンドメンバーが、うん、見るからに鶴じゃないですか。見るからに鶴です、うん、こちらはですね、おつーの仲間の鶴らしくて、メアが出していたバンドメンバー募集の案内をたまたま見て申し込んできたそうです。え、すげえ、おつーの鶴たちって多彩ですね。多彩ですよ、よく見るとね、うん、あのここが星になってたりとか、ねね、むちゃむちゃロッキーな髪型も変えててギターとキーボードを弾いておりますが、これギター兼太鼓、キーボード兼太鼓みたいな。お、よくお気づきになりましたね。もともとおつーのところにあった小鼓がありますよね、はい、あります、小鼓。このイラスト、あ、はい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 、これがスピーカーになっているそうで。スピーカーなんだ。こちらはバンドメンバーの鶴たちがおつーから借りてきてくれたものなんだそうです。おー、もうおつーとツーツーやな。ツーツーですね。うまい。おつーとツーツーですメアちゃん、よく見るとおつーのイラストとよく似た共通のモチーフがいろいろ描かれておりまして、はい、まあ、今言ったようなこの小鼓、うん、太鼓ですね、うん、も描かれていたりとか、こちら見ていただくとこのこっちのおつーの方にね髪飾りが描かれてるんですよ、はいはいはい、それが監獄のマークになってたりですとか。へー、すげー、それっぽいね、うん、あ確かにね、かっこいい、うんうんうん、このつけてたマークなんですよね。かっこいいね。で、この進化前の方も警棒に鈴がぶら下がってるじゃないですか、はい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 、これもおつーに描かれてるんですよ。もともとあら、リンクしてもね、あらゆるところにおつーとリンクしたモチーフが描かれていると。あらら、かわいいですね。かわいいです。そんなメアちゃんでございました、はい、では続いてのキャラクターはこちらです。キャンディーですね。左が進化前、そして右が進化したお姿です、うん、キャンディーちゃんなんですが、お化けの治療専門病院で働いている看護師さん。進化前のシーンは手術のお手伝いをしようと道具を運んでいたが、うん、盛大に転んでしまったところだそうで、まあ、基本おっちょこちょいなんでしょうね。そうですね、手術台も壊してしまってて、危なかったっすね、患者いなくてよかったっすね。よかったですね、うん、これも開けた瞬間にこうなります。開けた瞬間にもうまず自分からカチャーってね、こけた瞬間女子力の塊、ハサミカッスン刺さったんですからね。多分だけどこうやってやらないとならないだろうから確信犯かもしれない。あれは可愛い、生まれ持って可愛いやつ、生まれ持って可愛いやつ。注射器から出ている黄色いインクのようなもの
が、うん、ありますよね。オレンジジュースですか。オレンジジュースじゃないんですよこれは、うん、これはお化け用の薬なんだそうです、まあ、お化けの治療専門の病院ですから。あ、まあそうですね、ふわふわしてますね。なんか、うん、あんな感じで注射器から勝手に出るんだったらちょっとやばいですけどね。怖いですよね、うん、ちょっと医療機関としてはちょっと怖いです ね、うん、ねちょっと息吸ったら飲んじゃうみたいな、ね、そうですね、うん、しかもこれオペ台壊れてますね。ってなるとあのハサミは絶対刺したな。あーもうどうしよう、まあ、どうしようですね。転んだだけですからね。刺してないですからね。あもうもう嫌って。個人の感想です、はい、個人の感想です、はい、教えてください、はい、さあそして右が進化したお姿なんですが、はい、こちらはおもちゃの救急車で患者のところへ向かっているシーンだそうで、うん、まあキャンディーちゃん相変わらずおっちょこちょいなので、いろんなところにぶつけたりしてしまって、うん、救急車がボロボロだと、はあはあ、むしろ患者を増やしに行く、はい、そうですね。しかもですねこちらおもちゃの救急車なんでブレーキがどこにあるか分かっていないんだそうです。あら、確かにおもちゃの救急車はそうでしょうね、うん、そうだね、うん、足かけるとこもまあないしね、まあ、ないしね、うん、本当に適当なところにかけてますもんね。かかってんのかって、かかってないの。多分ですけどこれぶつかるとき自分は一旦避けてますね、無傷なんです。それおっちょこちょいじゃないじゃないですか。まあでもこのボロボロの救急車なんですが、よく見るとコウモリのデザインとかが、はい、こう盛り込まれたりして、ね、まあ、そういったところにもハロウィン要素がね、かわいいですね、うん、そんなキャンディーちゃんでございました、はい、続いてはこちらです。バンプキットですね、はい、左が進化前、右が進化したお姿になります、うん、まず進化前なんですが、相棒のカエルとともに韻を結び変化の術を使ってハロウィン風の衣装に着替えたシーン。ふってやったら着替えれるんですかね。便利ね。便利ですね。いや無理ですね。僕らにその編集技術はないです。でこのバンプキットなんですが、バンパイアの忍者だそうで、うん、まあ、よく見ていただくとね、歯がちょっと牙っぽくなっていたりとか、あかわいいですね。バンパイアっぽいマントかな、これは、うん、着てたりとかすると。カエルの方これ何持ってるの、ランタンみたいな。ランタンかな、ランタンかな、持ってますね、うん、はい、進化したお姿なんですが、ムカサビの術で空を飛ぶカエルのロープに捕まりお菓子をばらまいている。上から。そうです、うん、カエルの筋力すげえなってなりますけどね。カエルの筋力ね、この笑顔でね、これ笑顔の下にすごい絶え間ない努力があるでしょう ね、 うね、うん、耐荷重がすごい、すごいですよ耐荷重。いいな、欲しいな、あのカエル、あのカエルか。まあ笑顔で何でもしてくれるでしょうからね。そうそうそう、うん、ちょっと混んでる時にピュンって行けます。あ、言っときますけど、うん、ロープ1本に捕まらないといけないですからね。確かにこれだけで こうやってやってるから一応手には巻いてますけどね、うんうん、シルク・ドゥ・ソレイユの人ぐらいの布だと思います。確かにバンプキットも多分手の力半端ないでしょ、ね、半端ないですよ、片手で自分の自重を支えてますからね。確かにね、握力、うん、もう片方でお菓子ばらまいてますから、うん、そうで笑顔、それで笑顔、ね、シルク・ドゥだ、シルク・ドゥだわこれ。こちらのバンプキットで、とある忍者との関係性が噂されておりまして、ああ、うん、彼の姿を見た者の中には、うん、バンプキットの正体をとある伝説の忍者ではないかと推測する声もあるんですが、ああ、うん、はい、その真相は闇に包まれている。なるほどね、ゲロゲロ。多分このネタ分かる人あんまりいないと思います。あ、そうか、すげえ極少数認知度低い人の歌、超コアな歌、うちもなんかこう思うとこある。まあ思うとこありますよね、うん、だって髪の色とかもそれにしか見えないですもんね。どうぜ、うん、ドローンっていう感じとか ね隠せてない。そう、ほとんど隠せてないですね、うん、でもやっぱこれを気づかないっていうのがやっぱそうね、モンストロの世界だ。はい、では次のキャラクターいきましょう。次はこちらです。タピルーですね。あ、タピルー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 です。今時ですね、はい、うん、こちら、まあ、タピルっていうのはタピオカドリンクを飲む、タピオカを食べることを意味するタピルから来てる名前でございます。本当にそうなんだ、はい、今時やな、今時だな。でこちらのタピルなんですが、うん、タピオカドリンクで一山当てようと魔力を込めたタピオカを製造しているサイの魔法使い。もう今からね、うん、ちょっとね、はい、参入遅かった、参入ちょっと遅かったかもしれないですね。でこちらもとある販売員との関係性を噂されておりまして、はい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 、その昇魂と可愛らしい風貌ながら、うん、実は腹黒い性格などから南の島のとあるカフェメニュー販売員との兄弟説を唱える者もいるようだが、うん、その真偽は定かではないと。あ、そっくりなのがいますからね。いますね、あ、
あの際ね、うん、あの際ね、夏目のね、もう夏目のね、はい、でまあ、あの販売員との共通点もございまして、はい、このね帽子についている、うんうんうん、こちらのほぼ答えになるんですが、うん、アサイーの実がついておりますほぼ答えですね、はい、うん、アサイーの実がついております。アサイーの実が、確かにそらね、はい、噂されるわなって感じですね、うん、見た目も似ておりますから。そうですね、確かに。そして右が進化したお姿なんですが、はい、これはハロウィンパーティー会場に乗り込んで、うん、魔力の込められたタピオカをババッとみんなに放っているというところ で、うん、パーティー会場のみんなをタピオカの虜にさせる魔力が込められておりまして、自分のタピオカドリンクしか買わせないぞという企みがあると。あ、ちょっと嬉しいかもしれない、うん、まあ、そうですね、うん、割と結構ちゃんと煮詰まってる感じもしますね、うん、このタピオカねなんかちょっとまあ一粒二粒食べたいなみたいな時あるもんね。そうですね、うん、ポポンって、あ、ちょうどちょうどいい、ちょうどいい、ね、あらーすね。しかもちゃんとね、鍋で煮込んでるからね。そうなんですよ、全然いい方ですね。加熱処理はされてます、ね、ちゃんとね、はい、たまに炊飯器とかでやってるお店とかありますけどね。そうなんだ、うん、ちょうどいいかな、まあ、しい、うん、そんなタピルの SS ボイスなんですが、タピオカラブラブ依存法発射という、多分これはタピオカラブラブ依存法なんでしょうね。なるほど、タピオカラブラブ依存法って言いたいだけでタピオカラブラブ依存法、僕からラブラブ依存法、早口言葉じゃない、早口言葉だとしてもう2回目で今言えなかったですからね言いにくいなと思ったちょっと、ね、1回言ってもタピル、まあ、降臨なので、はい、クエストで撃破ボイスも聞いていただけるんですが、うん、その撃破ボイスが、並ばなくても大丈夫、タピオカドリンク優待券あげちゃうという撃破ボイスらしくて、あ、いや、もう並んでますもんね。そうですね、巷でもタピオカは本当に、皆さんは見事勝利していただければ優待券がもらえるかもねと。帽子の上についてるあれなんすか、目ん玉、目ん玉かね、タピオカじゃなくて白いタピオカ、いや、なんでしょうね、めっちゃタピオカ見てるけど、めっちゃ見てるね、なんでしょうねこれ、ここの目、ああ、この壺についてる目ですかね。確かに。それがもうギャンってこう移動したのかな。真相定かじゃない。はい、そんなタピルでございました。はい、ここからはおまけで、はい、今年の6周年のモンストニュースで重心化したハロウィンキャラ3体をご紹介したいと思います。はい、まずはこちらです。茨城同時アルファですね。いやー、これが欲しい。これが欲しい子。この子は欲しい子。水属性のコピー。みんなが欲しい。友情ブーストの。友情ブーストの。こちらの茨城同時アルファなんですが、はい、進化は魔女っ子、そして神化はスプラッターのコスプレをしていたんですが、うんうんうん、重心化はシスター風のコスプレをした茨城同時なんだそうです。シスター。シスター。あ、本当だ。頭に。そうなんですよ、よく見るとシスター風の帽子もちゃんとあったりとかしてるんですよ。なるほどね、シャイニーな感じもするけど、どちらかというとあれなんですね、そのなんてエクソシズムな感じなんですかね、そっち側のね。でですね、周りにあの鬼の仮面をつけた幽霊がいるんですか、うんうん、これはですね、羅刹の仮面をかぶった幽霊、あ、確かに見覚えあるなと思って、ね、似てますよね、この顔、うん、それは平安京で安倍の生命が羅刹と対峙していることから羅刹にしたそうなんですが、なるほど、じゃあなんで安倍の生命が出てくるのかと言いますと、うん、茨城同時は安倍の生命を慕っており、悪霊退散のお手伝いをしていたところから、うん、羅刹の仮面をかぶった幽霊が描かれていると。はい、生命様に追い出してるやつは許さない、あ、それまた違うか、うん、ちょっと違いますね、いつもいつもちょっと違いましたね、違ったね、羅刹この顔表情されてちょっと笑いますけどねちょっと欲しいね、ちょっと欲しい、その羅刹も欲しいですね、かわいい、かわいいですね、うん、はい、といった茨城同時アルファでございました。はい、続いてはこちらです、白雪姫リボンアルファですね、これがまた可愛いですね、可愛いね、うん、こちらですね、進化はナース、そして神化は死神歌手のコスプレをしていたんですが、重心化何のコスプレしてるか分かります？え、これはちょっとね、これ難しいかも、あ、トゥームレイダーじゃないですか、トゥームレイダー、トゥームレイダーじゃないです、違う、ヌーリーズエンジェルでもないです、これなんだろう、あ、耳生えてますね、あ、耳生えてますね、ヘッドホンしてますね、うん、いいですね、ヌー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 、猫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 いいですね、あ、猫いい、あ、ヒョウ、メヒョウ、メヒョウ、メヒョウ、黒猫、あ
いい線いってます。水牛。水牛。だいぶ離れました。一番良くない線行こうとしましたね今。みんな似てるな。こちらですね正解は、はい、小悪魔キャットのコスプレをしてハロウィンライブを披露しているところです。確かに惜しかったね。猫は惜しかったけど、うん、むずい。小悪魔キャットです。その言葉は出てこない。水牛じゃないか。水牛なわけないどこを水牛と思ったんですか。耳だけでしょ。でも周りにリンゴが飛んでるんですが、うん、こちらがスポットライトになっていて、はい、野外でステージライブをしているところ。このねじれの位置がいいですねこれ。やれますこれね。無理ですか。その姿勢やったら腰いきますよ。ヘルニアです。本当やられますね。お尻もちゃんと書いててねいいですね。素晴らしい。素晴らしい。見せ方知ってますね。知ってますね。分かってますね自分のアングルを。ね、うん、ね自分がどう細く見えるかも分かってる、ね。いや分かってる。白雪姫リボンアルファでございました、はいはい、では最後見ていきましょう。最後はこちらです。ベートーベンアルファですね、はい、こういうことだったね。こちらは重心化したお姿は幽霊船の船長ほうなんだそうで、うん、帽子とかよく見ていただくと海賊のマーク書いてあるじゃないですか。はい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 、うん、こちらがよく見るとあの楽譜とかによく書いてあるようなトーン記号をモチーフにしてる。これね、うん、がモチーフ。へー、確かに見えなくもないね。おしゃれ。そうですよね、うん、でまあ下の方には骸骨の繊維がめちゃめちゃいっぱいいるじゃないですか、うん、でこちらは SS ボイスでベートーベンが指揮をして骸骨繊維が歌っているところ。これ SS ボイス聞きました。聞きました。えむちゃくちゃ可愛いですよ。可愛いの。びっくりしましたもん。どんないっちゃん最初に骨が歌い出すんですよ。キャ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 みたいな。違う、骨骨みたいな。はいそんな感じなんだ。骨だけで大工歌うんですよ、うん、ベートーベンが作曲しましたからね、うん、いいね、かわいい。ちょかわいい。骨骨骨みたいな感じの骨骨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 骨大工ってそうなんだっけ。聞いてみよう。さあお前たち船出の時は今歌え。はい、そんな歌う骸骨たちを指揮しているベートーベンアルファと指揮の軌道で線、うん、本当だ、枠というか、枠というか、これ何拍子なんですかね。ね、うんうん、やっぱ大工？大工をこれもしかしたらあれかもね、デザインした人が大工を指揮したのをイメージしてこうなったもん、ね。おしゃれやってたらマジおしゃれじゃない。めちゃくちゃおしゃれ。いいね。よく見るとベートーベンアルファが振ってるタクトもね、うん、骸骨が。はい、描かれていたりとか、ね、ちょっと骨っぽい感じになってますよね。おー、素敵ですね。いいですね、うん、といったベートーベンアルファでございました。はい、はい、今回の新キャラ大解剖以上になりますが、うん、なんか気になるキャラクターとかいましたか。やっぱタピルですかね。一番はタピルですよね。可愛いですけどね。タピル飲みたくなっちゃった、うん、そうね、タピルたくなっちゃった。あ、やっぱ依存法がやられましたね。依存法ですねこれは。タピルによるガトリング法を受けてみたいな、うん、そうね、一番はタピル、うん、ちょっとちっちゃい台に乗ってるのが可愛いですよね。本当だ、うん、自分に見合ってない。自分に見合ってないやつですか。一生懸命ね、うん、一生懸命作ってます。なんだかんだ頑張り屋さんですから。そうですね、うんうん、ぜひ皆さんこれ、うん、ラク90作ってみんなでタピリに行きましょう。優待券もらってもう守らへんじゃん。もらえないです。そんなもらえないですって出してください。クーポンがないです。そういうキャンペーンもやっておりません。やっておりません。そういう設定です、はいはいはい、ということで新キャラ大解剖でした。それではバイバイ。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はご登録を。チャンネル登録また見てね。チャンネル登録。